行くのかと思って久しぶり行ったんですけどね。しゅんさんのキックアウトでで一番やっぱすごいですね。実は一番遠くの選手を見てたりとか、エイジさんの存在って本当大きくて、選手のことを一番に考えて思ってくれてる監督だなと思ってました。もうその出てる人にしかわからない世界なんだろうな。直近の話題というか、そのリカルド・ロドリゲス監督の退任というのが発表されてっていうところで、それに対してどういうふうに率直に思っているかというか、伺ってもいいですかね。率直にはやっぱりこう、まだ2年しか経ってないというところで、非常に早い決断だったなっていうのと、それが印象的で、リカにはまず感謝をしているっていうところを、天皇杯優勝まで行ったり、それで勝ち取った ACL で決勝まで、連れて行ってくれたりとか、非常に大事なことを教えてくれた監督で、自分にとっては。だから、パフォーマンスのいい選手を常に使うっていう、よく見てくれてましたし、昨年のその外れた時なんかは、本当に貴重な時間を自分に与えてくれたなって、僕はポジティブに思ってるので、時間があったからこそ、今、本当に緊張感を持ちながらやれてるっていう、今まで気づけなかった。その気持ちだったり、メンタル面のとこでも成長させてもらったなって言えるので、まだまだフットボールの世界は続くので、アリカにはこれからどこに行くかはまだわからないと思うんですけど、成功、数多くの成功を祈ってます。プロ18年目のシーズン、今シーズンをここまで振り返って、いただけますか。そうですね。もう今シーズンは本当に素晴らしい人との出会いがあり、それはジョアンコーチなんですけど、今まで自分がやってきたことを一度リセットしつつ、彼の指導のもと、本当にこう、守備範囲が広くなったりとか、技術的にもレベルアップできたり、そういった素晴らしい人と出会えたことによって、自分のスキルアップにつながったり、レベルアップにもつながっていると思うので、非常に充実した年にもなっていますし、まだまだこの年齢で判断されるっていうのを阻止しなければいけないので、僕としては、ピッチの上で示し続けてこれたんじゃないかなと思ってます。いろんなことを一からっていうふうにインタビューでもおっしゃられてたところで、やっぱり経験がものを言うポジションでもあるじゃないですかね、ゴールキーパーね。本当、一から作り上げるの大変だったなと、だったのかなと思うんですけど、まずジョアン・ミレゴールキーパーコーチっていうのは、どんなコーチ？まずは衝撃だったのは、もうゴールは存在すると思うかしないと思うかっていう質問から入って、ゴールは存在すると思うっていう話を したら、それは違うと。ゴールは存在しませんと。ゴールを意識するから下がってしまったり、飛び出れなかったりっていう意識になるから、まずゴールはあるのを忘れようって言われて、ボールはどうやって止めるんだって言われて、今までやってきたことを話しながら、それもそうなんだけど、でも俺のやり方は違う。その前にある空間をいかにどう防ぐかって、本当に楽にシュートが止められるし、今までの考え方を変えることで、ポジショニングもそうなんですけど、本当に一から教えてもらってるなっていう感覚で。感覚的にはもう本当に若い時にもっと早くにこの人と出会っていればどうなってたんだろうって思える。ワクワクできる。でも36ですけど、すごいワクワクして練習もできてるので、自分が将来、コーチになりたいとも思ってるんですけど、このジョアンの教え方とか接し方っていうのをちょっと真似していきたいなっていうのはすごいあります。やっていくうちに、その見える世界が変わっていくみたいな感じなんですかね。そうですね。本当に彼のやり方を信じてやり続けることで、間違いなくピッチの上で成果っていうのも現れて、現れたことによって、楽しいって素直に思えたんですよね。クロスボール出るのが楽しいとか、シュートを簡単に防ぐのが、このやり方が楽しいとか、楽しまなければ、いいプレーも出てこないと思ったので、そういう自信がやっぱついて、今度それが守備のところから今度攻撃参加のところにうまくつながったり、自分の良さが今度出たりとかしてたっていうのが非常に大きいですね。ゴールキーパーって練習も含めてすごく特殊な環境というか、そのゴールキーパーだけでやったりとかっていうことも多いですし、なんかその中で結構そのゴールキーパーとゴールキーパーコーチの関係性っていうのが想像というかできない方も多分多いんじゃないかなと思うんですけど、そ
そこっていうのは選手としてそのゴールキーパーコーチとの関係性っていうのはなんかどう構築というか、あの信頼関係どう構築していくって感じていますか？ジョアンの指導は常になんでっていう質問と常に答えを伝えてくれる、考えさせられた中でいい結論を出してくれるっていうところでは常にこう自分たちの味方であってくれているっていうのと、僕がプレーをしていても彼は常に一緒に戦っているっていう目線で、だからボールがない時に僕がどういう仕草だったりとか何を考えてるかっていうのを常に考えて、それを話してもらうと結構当たってたりするので理解力もありますし、指導者によっては、まあ、監督とかもキーパーのことは全く分かってない人も当然いるわけで、そういった監督もジョアンは見てきた中で、キーパーチームはキーパーチームしか味方がいないと思えと、キーパーのことはもうキーパーチームしか分からないから、だからそこはもうみんなで、まあ、絆じゃないですけど、やっぱりそういうのは生まれましたね。ジョアンが来てそのキーパー陣全員で上手くなりたいとか上手くなってるとか、そういうところ、だから今すごい雰囲気はキーパーチームいいですね。とはいえ椅子は一つっていうところで、西川選手も今シーズンあのベンチだったりっていうこともありましたけど、どういうふうにそのモチベーションっていうのを作っていくんですか？もうシンプルで余計なことは考えずに、とにかく試合に出た時の準備っていうところを心がけようと思っていたので、昨年1回リーグ戦も外れたことがあり、その時間って自分には本当に特別というか大事で、あの時間があったからこそ今年本当に1試合1試合を緊張感持ちながら、もうこれで最後だっていう意識でプレーできてると思うので、まあ他のキーパーもやっぱりこう真面目で常に練習も 100% をするし、準備も怠らない若い2人がいるので、その2人の存在も自分にとっては非常に大きいですね。やっぱり鈴木ザイオン選手の潜在っていうのはちょっと大きいのかなと感じるんですけど、彼のそんなの凄さだったりっていうのはどういうふうに感じていますか？まあ、彼の凄さは、まあ、一番近くで見てるんですけど、まあ、プレーはもうファン、サポーターの方も見てると思うし、そこで評価されると思うんですけど、僕が彼が一番すごいなと思うのはやっぱり真面目で人一倍努力するっていうところ、あの恵まれた体格がある中で、でもさらに強くなりたい、上手くなりたいっていう向上心を持って練習をし続けるあの姿っていうのは、まあ、若い彼からすると本当にしっかりしているなと思いますし、彼には明確な目標がやっぱりあるので、そこに向かって突き進んでるなと、自分をしっかり持っているところが彼の一番すごいところなんじゃないかなと僕は思います。ゴールキーパーというと、あの身長というか体格の部分のハンデみたいなところがよく言われたりするんですけど、この日本人ゴールキーパーが今後どこを強みにしていくのかみたいなところっていうのは、西川選手どのように感じていますか？そうですね、もうなんか僕の中では身長は関係ないんじゃないかなってちょっと思い出して、ジョアンのやり方を多くのキーパーがやれれば、この身長もポジショニングでカバーできたりとかするので、それを覆すの相当な時間がやっぱ必要だと思うんですけど、それは僕も、まあ、現役中の時は示していきたいし、183、4でも守れるっていうところは示していきたいなとは思ってるんで、なんかよく身長がどうのこうのっていう、まあ、記事は見るんですけど、それは本当にキーパーを知ってるか知ってないかといったら、まあ、知ってない人が言ってることなんだろうなっていうのは今年になってようやく思い始めたというか、ジョアンのやり方は非常に、まあ、身長低い選手からすると勇気をもらえるやり方かなとは思ってます。ゴールキーパーってその、まあ、30代後半になってからそのなんか心技体のところがバランスが整って、そこから息の長い活躍を見せる選手っても多いなっていうふうに感じていて、このあたりなんか西川選手自身はなんか20代の頃と比べて例えばなんか具体的に変化っていうのは感じますか？感じますね。本当に20代の時ってメンタル的にも不安定というか波がある、レフリーに文句を言ってしまったりとか味方に感情的になったりとか、そうするとやっぱ周りが見えなくなって しまってた自分がいたので、年齢を重ねて経験を重ねることでより周りが見えるようになったりというか、落ち着いて試合も挑めるようになったなっていう、そういう波が少なくなったっていうのが30代前半から後半にかけてのメンタル状況かなと
そこは一番本当大事なんだなっていうのを痛感させられながら、しっかり落ち着いた中で試合をできてるかなと思います。チョンボクとの対戦であの PK 戦まで行かれっていうのは、本当に石川選手 の, あのセーブがあの自分の勝利につながったと思います。やっぱりあの PK っていうところでもあのジョアンさんの教えとかっていうのはすごく役立ってる感じなんですか？ありましたね。アドバイスがすごいあって、シーズン初めからあって、リーグ戦でも流れの中から止めたりとかできたのもジョアンの助言があったんですよね。その助言をここで言うのはジョアンに怒られると思うんで秘密にしとくんですけど、間違いなくありました。ありがとうございます。でも本当それは決勝でもまたそういうことになればっていうところで、そうですね、はい、じゃあそのぜひどこがポイントなのかを当ててください。わかりました。じゃあもうじっくり見させていただきたい。じっくり、はい。チョンボク戦でもあの試合中というかもうあったじゃないですか PK でも、あの、はい、決められましたけどコースというかもうバッチリ合ってたので、あっと思ってあの PK 戦だったので、一番興奮しましたね、あの PK 戦は。あれもなんかその気持ち的にもやっぱもうゾーンじゃないですけど、なんかそういう感じだったんですか？ああ、もう入ってましたね、自分のゾーンに。もうこれは止めなければいけない雰囲気だなと思いながら、ファンサポーターが作り出してくれた雰囲気を、まあ、彼らも前回2006優勝した時ですかね、まあ、PK 戦で鈴木さんが止めたやつだったりとか、あの時の経験を生かして今回やっぱり生かしてくれたと思うんで、相手からしたら嫌だと思います。ホームで良かったなって思います。埼玉スタジアムであれが韓国だったらまた違う雰囲気だったし、逆に自分たちにプレッシャーかかってたかもしれないし、まあ、そこはでも ACL の楽しみで、ホームアンドアウェイでやる決勝っていうのはようやくこう ACL っぽくなるんじゃないかなって思いますし、まあここまで一発勝負だったので、どっちが勝つかわからない状況でもあったので、まあ、とりあえずでも決勝の舞台に戻れたっていうのは楽しみの一つですね。ACL 決勝が来年早い時期にあるっていうことで、そのいつもと違うその、まあ、シーズンの入りをしなくちゃいけないと思うんですけど、なんかそこのいきなり大一番があるっていうところで、なんか現状で何か考えていることってありますか？チームは11月そのフランクフルト戦終わったらしばらくオフにも入るんですけど、休みすぎないってことですね。もう常に動いて、始まったらすぐしっかりサッカーできるように意識して生活をしたいなと思いますし、このオフシーズンは本当に常に体を動かしていきたいなっていう、もうそこから始まってるけど、もう準備段階のところでおろそかにならないようにやっていきたいなと思ってます。石川選手の SNS とか拝見してても、なんかすごくなんか温かみがあるなって感じていて、はい、なんかそこで、ありがとうございます。なんか心がけていることとかってあるんですかね？僕の性格上、起こったことをしっかりまあ考えて、次にどう生かそうかっていうのは考えてるので、あの比較的ポジティブな内容にはなるんですけど、あんま、ね、ネガティブな自分好きじゃないっていうのもあって、まあ、当然僕がそのタイミングによってその試合負けた後とか更新すると、まあ嫌なコメントも当然来るわけなんですけど、でもそういう逆にそういうのを見て、あ、そういう見方もあるんだなとか、あ、じゃあ次そういうところ気をつけながら生かそうとか、そういう感じにポジティブに捉えちゃう部分があるので、もういろんな声を自分の中にはこう吸収しながら、でも最後は自分がしっかりピッチで恩返しをするっていう気持ちでやってるので、 SNS はみんなに感謝をやっぱ伝えたい場所にしたいなっていうのは、今コロナでこうね、前だったらファンサービスとかあったんですけど、今はもうなくなってしまって、正直サインを書く機会って本当少なくなってきて、で練習場に返信用の封筒を同封されてカードとかたくさん送ってきてくれて、サイン書いて送り返したりとかするんですけど、そういうのはもうたくさんの方にしてもらいたいなっていうのは思ってるし、選手が与える影響ってやっぱ本当に大きいと思うので、何かこうファンサポーターの中で困ったことがあったりとか、子供たちの中でもこうやってほしいなとかっていうものがあれば、どしどし練習場に送ってきてもらえれば対応したいなと思ってます。それはしっかり伝えさせていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、声を大にしてってください。めちゃくちゃ来たらどうしよう。浦和の話っていうところで、その来年で10年目。そうですね、10年になりますね。
自身の中でそのやっぱ浦和レッズというクラブの存在はどういうふうに感じていますか？今までやっぱこの長い時間を過ごさせてもらった中でやっぱり応援してくれてる方がたくさんいて本当に成長させてもらったなっていうクラブで感謝の気持ちしかないし、まあここを自分が去るときは本当にたくさんの方にお礼を言って笑顔で去りたいなっていうのは思ってて、そのぐらい充実したシーズンを毎回毎回、まあ悔しいシーズンもあったし嬉しいシーズンもあったし、まあそういうのもひっくるめてもやっぱ本当皆さんには感謝しているので、だからこそまあ唯一取れてないのはリーグ優勝っていうところで、そこはね自分の最後成し遂げたいものかなと思ってますね。2023年はどんな1年にしたいですか？そうですね、やっぱもう一回満員のスタジアムで毎試合試合がしたいっていう、そのためには自分たちが結果を残しつつそのワクワクするようなサッカーをやらなければお客さんって戻ってこないと思うし、まあ、コロナで一回、まあ、不安定になった中でもうまたこうスタジアムに戻ってきてくれる人が今増えてる中で、さらにやっぱ自分たちが引き戻すっていうそういう姿勢をピッチの上で見せたい、そういうシーズンしたいなと思っています。最後に浦和のファンサポーターへのメッセージをいただけますか？今年本当に、まあ、クラブとしてもチームとしても優勝という目標を掲げながらなかなかそこには難しい順位となってしまったんですけど、間違いなく言えるのは毎試合自分たちの後押しをしに来てくれたりテレビの前で応援してくれるファンサポーターの方がいて自分たちがプレーできているということ、そこは本当に感謝の気持ちでいっぱいですし、僕たちのために時間を割いてお金を使って応援してくれてる限り自分たちも一生懸命最後まで戦ってできれば勝って皆さんに帰ってもらえるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。今日はお疲れのところありがとうございました。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にお疲れ様です。お願いします。はい。